はい。え、こんにちは。杉潤です。今回はですね、クリックハウス2.0で、コンタクトタグを設定する方法についてお話をしていきたいと思います。えと、コンタクトタグを設定することによって、自分のですね、登録者とか購入者にタグが付与されると。で、それによってですね、そのタグが付与されたことによって、あの、例えばじゃあ、ブロードキャストのメルマガをそのタグに対して送れるとかね、そういった形で、え、まあ、リスト的なね、感じの使い方にもなりますけども、そのような設定をできますので、 今回ですね、タグの設定に関してやっていきたいと思います。えーとまあ、タグを設定するということは、あのクリックバネージ2.0の場合はですね、あのメールのリストっていう概念がなくて、もうタグで管理するということにもなりますので、えーまあ、そういった意味合いも含めて、えー、設定を必ずする必要が、ねえー、ありますので、えー、オプトインページでもセールス、えー、とオーダーのね、えー ページでも設定が必要ですので、ぜひ実施していただけたらなというふうに思います。ということで今日はコンタクトタグの設定をやっていきたいと思いますので、ちょっとこちらから画面の共有をしていきます。はい。 はい。それではですね、クリックパネルズ2.0のダッシュボードにね、今来ておりますけども、えー、まあ、ダッシュボードからですね、コンタクト、ここですね、えコンタクトっていうところを押してもらって、えー、そしたらですね、そこで、あの、ここにコンタクトタグっていうのがあるんですね。コンタクトタグ。それをコンタクトタグを押します。で、コンタクトタグを押して、この右側、アドニュータグ。はい。それでは、ここに、あの、まあ、作りたいタグをね、え入れます。例えば、じゃあ、テスト。 なんか適当にタグを書きました。で、このタグを、まあ、例えばなんかのオプトインページで登録した人に使いたいですというときは、ここで、ね、タグを <laughs> あの、えー、書きます。でそしたら、そのタグのカラーを、ね、選択します。で、このカラーはどれでもいいんですけども、自分が好きな色を <laughs> 選びます。で、さらにここのところで、あの色は、ね、もっと変えたいですという場合は、ここで鉛筆マークを押せば色の調整ができますので、色を調整して作ってくださいという感じになっております。 はい。で、えー、そうしましたら、じゃあと、とりあえずね、これにしましょうか。で、えー、それでは、クリエイトタグ。で、クリエイトタグを押して、今、タグがね、できましたということで、まあ、ここにタグができます。なので、ここのテスト2022、12ってなってる、えー、タグを、例えば何かのページで登録したら、これがつくよ、みたいな設定をしていくっていうことになります。 はい、えー。ということでですね、今回はですね、まあ、タグの作成についてねお話をしていきました。えーまあ、この後ですね、あのまあ、他のビデオの中で、このタグを実際に自分の,そのオプトインページに設置すると。まあ、要するにワークフローという中で、あのタグをですね付与するという仕組みを作っていくことになりますので、その設定についてはまた違うビデオの中でお話をしていきますので、そこで確認をしてください。はい。それでは、今回ですね、 クリックずにス2.0でコンタクトタグを作成するということでお話をしていきました。また違うビデオの中でお会いしましょう。それでは。